はいどうもカッパ委員長ですさてと、じゃあね連日ね、ねこのなんかあちこちいろいろおかしい日本の話をねちょいちょいしてますけども、例えば最高裁判決にね堂々とね逆らいながら、でそれをね例えば日本政府、日本社会、ひ、えー、いては日本国民のせいだと。ね 納得いかない面白くない最高裁判決、ね、納得いかない、ね、そういう状況が起きてしまった生まれたのは、ね、日本社会日本のせいだ日本国民の責任だなんてわけのわからんこと言っている、ね、県知事、ね、県、えーまあ、取り巻きがあるんですけどもどこだと思います沖縄なんですけどねなんで日本社会でしかも日本国民何で我々の日本国民のせいなんですかねはっ <laughs> アホかと、うんで、この朝日とかね、えー、琉球新報とか、あまあ、沖縄県知事自らとか、その取り巻きの連中なんかも、ね、もう堂々とこのブー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 打たれてるんですけど、何言ってんだよな、本当、こいつら、マジで。だからこんなのも結局ね、うん、この許しちゃってる、認めちゃってる日本社会がもうそもそもおかしいですよね。 これなんかもう外観誘致でもあるし堂々とこの反政府活動でもあるし、ねうん、まんま日本社会の敵がなぜか日本国内の,この自治体の,この,、ね、この長として居座り続けてるもうなんかあれだよなもう別に地方も中央もそうだけどなんかこの選挙で、ね、このなんかこの議員とか,なんかこの責任者をなんかこの選ぶっていうこの、ね、本当だったら民主主義の,、ね、この基本中の基本 のはずななんですけどもなもうそれ機能してないよねはっきり言って普通に半日売国にこの都合よく使われちゃってさ、ね、まんまとしめしめと、うん、よろしくやられちゃってるもんねなんかいい違う方法ないもんかなう多分なんかこの選挙選挙制度はもう多分ダメだと思うよ、うん、まあいいやちょっと内容見ていきましょうかまずこの琉球新法があ最高裁の判決に従わない,おい 沖縄県を追い込む日本が異常だっつって言うんですよね。民主主義国家じゃないみたいなこと言って、お前が言うのよな、ほんと。国がどうこうって話は法の論理でしょ、そもそもが。むちゃくちゃだよな。<laughs> えー、この大執行に、このなんか、もう無駄なあがきをしてるんですよね。うん 多分ん、たぶんというかもう狙いはあくまでも、ね、この国の論理で沖縄をくみしくつもりだろうって言ってるから <laughs> なんていうかな本当頭おかしいよな、うんね、一応民主国家だし、ねまあ、機能してないところとか、ね、疑わしいところは確かにありますけどこいつらが言ってるのとは意味が違いますよね,ねなんか謎の不起訴連発するっていう意味じゃ法治国家じゃねえのかよ とは思いますが、うんね、従わないからじゃん、うんね、従わないからだろ、法の決定に従っとけって話ですよね。うん、で、えーまあ、そんな沖縄新報だったり、この沖縄県が、まあ、同じ話ですけどね、ね今度は朝日ですよね、沖縄県が最高裁の判決を無視したのは、えー、日本政府のせい。 日本社会のせい、えー、日では日本国民のせいだって朝日が主張してるんですよ。もう舐めてるよな、こいつら。本当。苦渋の決断を敷いたのだから、えー、強制代執行は絶対するなっつってるんですよね。<laughs> 何言ってんだろ、こいつ。本当 だからし、なんか従うことがだから納得いかない判決を出したやつが悪い、もう本当、半島とそっくりだよなってか、まあ一緒なんですけどもね、だから法に従うっていう概念がそもそも朝日にはないってことだよな、うん。へ、えー、辺野古ですよね、辺野古大執行のことですよね、もう強硬手段に、ね、踏み切るなって言ってるんですよ。苦渋の決断を国が敷いたに等しい。 <laughs> 頭ごなしの手続きは、ね、頭ごなしじゃなんて話し合って、ね、話し合いでこの決着つかずに法廷闘争に持ち込んだんだろう、うん、でその判断にも従えないもう何なんだこいつら本当日本去れよなマジで,で、えー、強引な手法に強く反対すると、ね、強引な手法で嫌がらせしたり自衛隊に嫌がらせしたりこの米軍基地に嫌がらせしてるのどこの誰だよな えー、沖縄県の、えー、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐって、えー、玉城デニー知事は、えー、軟弱地盤の改良工事の設計変更申請について承認は困難と国に回答国土交通省が、えー、国が県に代わって承認する大執行のための訴訟を起こしたと。 で9月4日の最高裁判決で県の訴えが退けられて以降、国側は安木早に県に承認を迫り、追い詰めている。って、ね、被害者面。もう本当この、迷った連中はもう、お決まりのパターンだよね。<laughs> なんでてめえたちが被害者なんだよ。ああ散々やりたい放題、暴れてやがるくせしやがって。 ただちょっとね、なんかこの沖縄県知事、でもこれ、踏みとどまったわけでもね、ねこの考えを改めたわけでもなんでもないからな、こマスコミの書き方、まあこれはこれでちょっとなんか気持ち悪いんですけども、えーまあ、玉城デニー知事がね、えー、法律に従わぬ行政が市民、県民を導けるか、ね、知事判断に不信感を、えー、いや怒りを抱く沖縄県の,この職員とかが出てきたんですよ。だから地元で突き上げ食らい始めてるってことですよね。 で、えーまあ、なんか承認指示のあ期限当日迎えたあ4日の朝の話らしいんですけどもで沖縄県関係者が県議会代表質問2日目となったこの日のと知事の答弁の中身が判断について態度を示さなかった前日の範囲を超えていないとだからもうさらに一歩踏み込んで、ねうん、こんなのに従えるかビリビリビリぐっしゃーみたいなことはさすがにやれなかったんだって。 これは踏みとどまったっていう判断できんのかななんか無駄なあがき。ねなんか何の、何の目的で時間稼ぎをしてんのかちょっとわかりませんけども。さっさと逮捕しろよ、こんなやつ。ん えー、議会が終了するのは早くても午後3時、えー、議会後に会談が開かれ仮に承認するとなっても関係文書を沖縄防衛局へ届ける必要がある、えー、決裁を含め時間内に処理するのは物理的に不可能だったつまり知事の承認は事実上消えたっていう出来事があったんですけどもね、うん、こういうの普通知事が辞任とかするんじゃないのえいやでもこの沖縄のこの職員の人は本当ね、うん、こういう一言必要だと思いますけどねうんね なんか筋が通らないことを応援するのがいなということについては沖縄もメディアもやっぱり一緒なんでうんていうか本当にこれ県の職員がそう言ってんのかなで、まあ、沖縄県内がごちゃごちゃしている状況の中この中国が、ね、このなんか沖縄、の那覇である公演を開いたやつがいて、ね、これ、駐日大使なんですけど。 ね、中国政府、まあ、中国政府が中国は侵略を行わないっていう話をね、わざわざ沖縄県のこの那覇でこの公園でそんなこと喋ったんだって、何なんなん、本当。で、えー、この学生受け入れを表明って、なんかこれ人質を取るための公園ですか、うんね、もう自国の領土のような態度を取り続けてますよね、中国大使はね。 うん、まあ中国だけじゃないですけどこういうのだよなもうほんと日本ってなめられっぱなしだよねこの徳川の連中は特に何にもだもんなね民主主義国家がどうこうどころかね主権国家がどうかもう怪しいよね我々日本国民からすると、うん、こんなのもさね、うん、取っても対処対応しなきゃいけないはずなのに何にもだもんなうん うん、手土産持ってご機嫌伺うだけだろ、所詮は。<laughs> えー、今回、以上です。